日本ハム打てないイズ、1点も取れずに終了。由伸すごかったし、ピンチでのギアの上げ方はすごすぎた。それよりも9回ブルペンで投げてたロドリゲスの方が気になるので、記者の方々お願いします。屋根閉まるところ見上げてて可愛かった。伊藤大海は山本との勝負に勝って試合に負けたと言える。胸張ってほしい。そのままトライ3で打つ確率も低いでしょう。9回エッソバタに盗塁してほしかった。代打古川じゃなくてそのまま伏見でよかった。今日はそのくらい。マーチから負けっすわ。清宮、野村、万波には甘くきた球をミスショットなく捉える四つになってほしいな。伊藤くんは頑張ったさ。負けがつくの嫌だ。2回、9回、オリックス打線をずっと3本に抑えてヒロミン完璧だった。負けついてしまったの悔しい。関東2桁奪三振の先発に勝ちつけられないのがオリックスの強さ。今日は投手戦で延長覚悟でいつもより多く飲んでしまった。伊藤大海は山本との勝負に勝って試合に負けたと言える胸張ってほしい。まだ何かが足りないんだろうな。ロドリゲスが肩を作ってます。軽くホラーだろ。エアコン止めたもん。今日の負けはみんな悔しいだろうが、一番悔しがっているのは清宮だろう。明日の清宮に期待。ご視聴ありがとうございました。